1920年代にシベリアから敦賀港に上陸したポーランド孤児の子孫らが1日敦賀ムゼイムを訪れ先祖の足跡をたどりました。1920年代にロシア革命などの動乱により極寒のシベリアで生活し親を亡くした大勢のポーランドの子どもたちは日本初の国際支援ともいわれる日本赤十字社の活動により救済され敦賀港に上陸しました。5月31日には孤児たちが敦賀港上陸後に療養した東京都渋谷区の社会福祉法人福田会で救済からおよそ100年が経ったことを記念した式典が開かれました。式典に参加した孤児子孫や関係者49人は翌日の6月1日敦賀を訪れました。ポーランド孤児たちが訪れた記録が残っている気比の松原を散策した一行は孤児たちが降り立った地に立つ人道の港敦賀ムゼイムに来館しました。3つのグループに分かれてムゼイムスタッフ及び観光ボランティアガイドの案内で館内や上陸地点、金ヶ崎緑地にあるモニュメントなどを見学しました。ガイドが救済から上陸までの歴史や当時の敦賀の人々との心温まるエピソードを紹介すると一行は感動した様子で熱心に耳を傾けていました。中には展示されている写真の中に孤児だった父と思われる人物を見つけ前のめりで写真を確認する人もいました。孤児子孫の一人は先祖のルーツを詳しく知りたかった、今まで見たことのない写真ばかりで驚いたと話していました。館内の見学の後は美浜町で活動するナビアス子ども合唱団との歌による交流を楽しみました。孤児が日本で教わり口ずさんでいたという童謡うさぎと亀やポーランド民謡森へ行きましょうなどを子どもたちと一緒に歌いました。最後に合唱団が日本の合唱曲の定番ビリーブを披露すると感動のあまりスタンディングオベーションが巻き起こりました。Было to dla mnie szokujące, bo nie spodziewałem się, że coś takiego mogę tutaj zobaczyć. Dlatego chciałem, jak to się mówi, bardziej dociec, jak to się tu znalazło. No, przede wszystkim przekażę synowi, który zresztą też tutaj jest. I żeby mógł, jak to się mówi, dalej tą historię dzieci syberyjskich i zarazem członkiem tej grupy był mój tata. I mógł się zapoznać dalej z tą historią, bardziej szczegółowo z losem mojego taty. Thank you.